オカオンライン証券はい、えー、こんにちは8月の28日金曜日の株とか合わせの売買シナリオでございます、えー、現時刻が15時 51分になったとこういう時間帯でございますロンドン勢はこれから本格的にエントリーしてくる時間帯とこういうところでございますさて今日の14時午後の2時過ぎでございましたサプライズニュースとこういうところでもう皆さんご存知のところかと思いますこちらの方は NHK のウェブサイトでございますが安倍首相の辞任というところマーケットがまあ凄まじくサプライズで反応したとこういうところでございます株急落円急騰とこういうところでございますけれども、えー、今日の17 7時からです、ね、安倍首相、会見なされるというような報道が従前からあったとういうところで。 えー、やはり、まあ、そうしたところは健康問題に関してはかなり、まあ、心配はないんだとで逆にポジティブな形で軽減税率の対象のが拡大されるだとか一部では、えー、年内も含めて期間限定的な消費税減税、えー、そうしたことも打ち出されるんじゃないかとちょっと期待も持たれていたわけでございますけれどもご存知のところでこうした、えー、安倍首相辞任というところになりました。えー、で本日の午前10時過ぎぐらいから からでございいまますけどもねラジオささんのマーケットプレイスに出演させてたただきましたこちらの内容の方はラジコの方でご視聴していただけるんですけどもこの時に申し上げたのは2つほど1つはやはり昨日の22時10分前回のこのバイシナでも申し上げましたが観察シティ連議におけますジャクソンホール開合経済シンポジウムにパウエル FRB 議長がどのような発言をするのかとそうしたところでは最終的に、まあ、結果論でございますけれども えー、物価目標2%になってもそこに達しても、えー、長期緩和。 緩和成功は緩めないんだとこういうところでドル円、えー、そしてまあドル円もそうなんですが特にですね金利債券市場ですね、えー、こちらで激しい動きをしたとこういうところでございましたでその話をさせていただいたのが一つで二つ目でございますけれどもやはり17時の安倍首相の会見ですね、えー、先ほど申し上げさせていただきましたけれどもやはりポイントとしてはどなたがもし仮におやめになられたとしてもどなたが政権を前上されるかもしくはその政権の後とを継いだとしても政権与党としては 今の株安を誘引ないしはデフレ回帰をしてしまうような円高は感受しないだろうとそうしたところのコメントをさせていただきましたもう少し厳密に申し上げますと2023年まで黒田日銀総裁も任期があるわけですけれどもね日銀総裁ももし仮にお辞められたとしても雨宮さんだとか若田部さん副総裁がまあ昇格なされてお二人ともリフレ派ですのでねそうしたところでは金融緩和の手綱は緩めないというような見方 思って申し上げた経緯があったんですが、えー、本日の株式市場 非常に感濃度が強かったやはりアベグジットというようなショックの動きだったんだと思います 22, 2万2882円65銭で日経平均株価大引けになりました前日終値比では326円安というところですでドル円レートの方でございますけどもね1ドル107円を超えていくような動きを今日は東京外務省まだ残りありますけども期待を持っていたんですが現時点、現時刻においてでございますこれはこれぐっと下がっておりますのでこれクリック 株365225指数ですがえ現在が、えー、106円の20銭ぐらいですかね106円の、まあ、20銭台をなんとか維持させているというような時間帯でございます、えー、さてで改めてですけれどもこれから,あら、えー、17時、えー、安倍首相が記者会見をなされるというところなんですけれどもねこれちょっと以前、えー、やはりちょっとご紹介させていただいたんですけれども、えー、2008年の2月号。 安倍晋三というふうにして書いてありますけどね「文藝春秋」かなりお若いですけどもこの時これも。 思い起こしてみたんですけどね、我が告白、総理辞任の真相、こちらのところに書いてあるのは、17歳の時から、まあ、今回の海洋性大腸炎、この厚労省指定の特定疾患というような難病、これを患って出してで苦労していらっしゃると、ただし各種報道内社永田町などから聞こえてきたのは、かなり健康の方も回復してきたんじゃないかというような形で、ポジティブに見ていた分だけ。 えー、マーケットがまあサプライズネガティブサプライズで反応したとこういうところでございますさてでこれを踏まえてるございまさ週末の欧米市場での焦点は何なのか今回の売買シナリオはこちらでご案内させていただきたいと思います はいえー、まずはドル円からでございます結論ありき買いたい機とさせていただきましたそうは言ってもですねやはり先ほど申し上げたように円高の感じさすがに今日は機関投資家などからのビットというのはあまり聞こえてませんけども えー、逆張りでの買い足しというよう、ね、な FX 投資家の意欲なども聞こえるところでございますそうしたところは106円の10銭から106円の70銭そうは言ってもちょっと107円までも押し返していくのは難しいのかなとううにして思います、えー、6の当選で買って6の60で買う50銭幅狙いでリスクの方は こちらの方はちょっと浅めでございますから40銭というところで50銭幅狙いの40銭リスク、えー、でポイントとしては2点でございますけれども7月の31日の時に、えー、ドル安対ユーロ対ポンドで売られた時に大きく下落した時の7月31日この時には3者会合が上がって日銀金融庁財務省からのけん制発言がありまして、ね、岡村財務官などからも検ん発言がございました。そそののの時のボトムそして今度は8月の えー、19日でございましたけれども先週の月曜日から、えー、水曜日にかけてですやはり安倍首相の健康問題をめぐる動きで海外勢などが投機的な円買い仕掛けを持ってまいりましたエンコール、えー、こちらの方うはあ、まあ、かなりエンコールのスプレッドのほも広がってでかなり円高バイアスがかかったような経緯があったんですけどもこの時にまた安倍首相、えー ううんでしょうかねえ大丈夫ですよなというようなあ会見などもあって元に戻ったという経緯がございまして、ね、ここの線を結んでいって105円の後半というところでございますねここの水準が割れた場合はちょっと一旦万歳というふうにしてみておりますが、えー、基本的には円の事情というのはこれ政治絡みどうしてもお、まあ、国際政治といってもまあ国内事情ですね、えー、そうしたところも意識していいのかなというふうにして思います、えー、そうしたところでは105円台の後半になったらもう一回ベンチャーエントリー見たいところではございますがまずは え本日は6の当選6の70の予想オレンジとこういうところでの今回のストラテジーイメージとこういうところでございます、はい、えそして今度は東京金融取締所クリック株365日経225数でございますけれども先ほど申し上げましたとおり日経平均株価の方はかなり難聴になってしまいましたこちらの方がやはりアベグジットというものに関しての感応度は非常に強かったのかなというふうにして感じます、えー、ただし業種別では33業種中 これ、まあ、かなりすべてが弱むの,のかなというふうにして思ったんですけれども13業種の値上がり20業種の値下がりだけで済んでいるというところはちょっと意外な感じを持ちました東証一部の値上がり銘柄数は569で値下がりが1544そうしたところは個別銘柄の春別というのもやはり相応にあるのかなというふうにして感じましたもちろん17時からの安倍首相の記者会見というのもこれからクリック株365日経225室においては大きな影響を与える ものという風にして見ておりますがさてここでポイントなのは今回様子見とさせていただきましたのはやはりドル円の動きですよねこちらの動きに対しての感能度をやはり意識してせざるを得ないのかなという風にして感じました、えー、本音は 逆張りでもう1回23,000万円水準に押し返すのではないかというふうにして期待感を持っております、えー、現時点においてのクリック株365の日経225指数でございますけれども、えー、なんとか踏ん張って22,895万円もう1回22,900万円水準まで押し返すんじゃないかとそんなイメージで見ております、えー、そうしたところではエイヤーというような形で ベンチャーエントリー、まあ、そうですね東野ボリンジャーの中心線2 2819円、この辺を意識しての上値追いができるのかどうかというようなイメージですがやはりドル円レートの動きを見てからというふうにしてちょっと慎重に感じました、まあ、週末でもございます、えー、そうしたところでは今回でございますけれども様子見、ただしどの程度まで上値追いができるのか、来週の宿題、課題としてはドル円の動きでしょうかね。えー、この辺の辺 まあ、ト,レンドトレンドというか値動きちょっと十分ご注意をしていただければというふうにして思います。 はいえー、ということで改めてでございますけどもね安倍首相辞任ということで17時になったらまた会見とこういうような報道が従前から出ているわけでございます今残りあと1時間ぐらいでしょうかね、えー、これから始まるところでございますさてで来週でございますけども来週の週間見通し書かせていただきました来週は雇用統計などもございますけども来週のタイトルこれまだちょっと現行ベースなんですけどもね来週のタイトルはこちらでございます、えー、縁が安倍首相辞任米大統領を目読する局面と たおえさせていただきました安倍首相の辞任と米国大統領選挙、いよいよあと60日になってまいりました、そうしたところでのドル事情、円事情、それぞれ考察してご案内させていただいておりますので、ぜひご考覧いただければというふうにしておりますで。ちなみに、でございます今16時になりましたけれどもね、16時20分から、えー、ラジオ日経さん、ちょっと臨時で、えー、緊急で出る形になりました、この時間帯、かぶりつきマーケット情報局でしょうかね。このの時間においいててちょっと為替事情の方もコメントさせていただ こうかと思いますので、えー、もしお聞,きのお聞き逃しあるようでしたらラジコの方で、えー、ぜひご,視聴ご聴取いただければというふうにしておりますさて、週末政治絡みでですねかなりボーラタイルの値動きになってまいりました上下双方向のリスクを忘れないようにリスク管理の方ですね資金コントロールも含めて再チェック週末していただければというふうにしております以上8月の28日金曜日の株と為替の売買シナリオでございました。